佐々木康二は日本の政治家、宮城県知事を一気務めた。百姓知事と言われ県民の人気も高かった。旧姓宮城県第三中学校を経て森岡市藩学校を卒業した。1930年仙台市長選挙に立候補したが、市会での得票数は4位に終わり、落選した。1932年2月の第18 国会衆議院議員総選挙に宮城県第1区から出馬して当選し、衆議院議員を2期務めた。1946年、岡崎栄松、金森茂之、佐々木光三らが立候補し、初の公選で行われた仙台市長選に再び立候補するが落選した。同年、宮城県志田軍を地盤とするもと、宮城県会議長として、 宮城地方党から衆議院議員選挙に立候補したが落選した。1949年宮城県知事に就任。1951年には当時資金難にあった県内の商工業を救済することを考え宮城県から4割を出資して新興無人を設立した。しかし1952年任期途中で辞職した。 1954年3月2日、廃棄種の試し去。墓所は、宮城県古川市の養成寺にある。参考文献、議会制度100年史、衆議院議員名鑑267ページ。AAB1946 年の市長、公選運動、くぬぎとしひろ、福島大学行政社会学会、行政社会論集1996年7月31日。 仙台市長選挙、有権者136,675名、投票数57,019票、岡崎英松24,226票、金森茂之21,758票、佐々木光三9,193票、佐々木康二1,175票。ありがとうございます。